私もさっき夢追い人に持たせた観測デバイスであなたたちが話し合ってた内容を把握した。研究所もその可能性について調査をして標的になりそうなポイントを捜索する。それであなたたちの方だけど、老朽にいることも考慮してそこからつながりを断ち切る方法がないか探してほしい。試す方法はあるが、おそらくそれは大博打になる。大博打？その通り。唯一の方法はみんなにすぐ死んでもらうこと。それもなるべく早めに。まただね。その面白くない冗談の意味をはっきり教えてほしい。なるべく早めに。今回は冗談ではない。何しろ英単はある程度ドニグルの一部になりつつある。ドニグルはきっと七釘を抜き英単を解放させることに集中しているはず。ならその尻尾をつかむために英単に飛び込めば両者を引き離す機会を見つけられる。大博打と言えるほどの話だとは思えないけど。英単に飛び込んだ時の代償は？死に際に立つものではない以上、老朽の伝統のように本当の意味で命の終わりを迎えることはないはず。しかしそれを同化する気がドニグルにないなら、術相にまとわりつかれ生きていることを後悔するだろう。つまりドニグルが英単と同化した時だけ飛び込んでも自殺にならないよね。ああ、その場合のみ。リトストの影はあなたたちに危害を加えない。そうすれば身の安全は保証されるだろう。しかしそれでも入るタイミングを見極めないといけない。つまり水に飛び込むというよりもお腹の中に入るといった方がぴったりかな。ああ、ただ異常に気づかれた場合、腹の中にいる以上あなたたちに反抗手段はない。あなたの手助けがあっても？私の助けがあることも含めて計算した場合、勝率は 99% 以上になるだろう。そんなに簡単なものなの？いや、私の助けを得られない確率はもともと 50% もある。おい、少女くん、どう思う？うちも何かうまいことを言いたいんだけど、例えばここは一人くらい見張り役を置くべきだよ。見張りと言ったらちょうどうちが得意なんだとか。でも本当に推測通りだとしたら、さすがによそ者たちに老朽のことを任せっきりにするわけにはいかないよね。世を渡り歩くには義を重んじないと。どうせタイミングさえ見定めれば、もう一人の術の協力が必要かどうかは別に重要じゃない。そうだよね、カク？確かに。そのでもやっぱり腑に落ちないことがあるんだ。ドニグルは何のためにここまでしてるんだろう。師匠を起こしたりしたら絶対ひどい目に遭うのに。師匠？ドニグルの状況はともかく、そのタイミングとやらをどう把握するの？まさか運任せとか言ったりしないよね？もちろん。今みたいなことになるとは予想してなかったけど、方法ならとっくに準備してある。琥珀街にいた頃商売だけをしてたわけじゃないし。あの花火のこと？ごもっとも。他の釘の場所はうちがちゃんと把握してる。花火さえ見られたらそうそう、ここの釘をもう一度封じておこう。何もしないよりは多分マシだから。花火の方なら多分もうすぐ見られると思うよ。こんなに早く来るなんて。うちの封印のおかげなのかな？本当に？うんうん。だからすぐに影が集まってくるんだよね。あお。やっほー。
大した反応はなかったね。次の釘を見に行こう。この音は、あの辺り、間違いない、釘の近くだよ。稲妻、準備か。早く行こう。こっちこっち。ここかな。さっき言い出した時はてっきり、もちろんやっぱり支流の方が安全だからね。前に栄丹を見たけど、本当にそこから飛び降りたら、カクが言ってたように溺れ死にはしなくても罹患の十層のうちのいくつかに出くわすだろうね。ここは一人くらい見張り役を置くべきだと思う。見張りと言ったらちょうど夢追い人が得意だよ。夢追い人のお姉さん、うちの言葉をパクってない？うん、わざとだよ。将を陰と欲すればまず馬を伊予と提案したのは確かに私だけど、夢追い人に何かあったらみんなも老朽から生きて出られるとは思わないでね。うわあ、親切姉さんにこんな恐ろしい顔があったなんて。でも安心して、私がいる限り夢追い人は絶対に大丈夫。説得力はゼロだけど。それについては道具である私がこういうのもなんだが、栄丹に入る心の準備が整っていないなら他の方法を用意できる。え？どんな方法？言ってみて。以前コラリーにも与えたことがある。通常ならば投下交換をした時にだけ行えるが、このような緊急事態には臨機応変が必要。私に与えたことがある。待って。それではあなたたちの望み通り。